日目なんで YouTube 見ます。お、早っ。ラジオ機能かな。これで設定するとちゃんとですね、プライベートビエラで録画した番組。これ皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もですね、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いします。ってことでですね、新年一発目の動画なんですけども、まあ、本当はね、間に合えばね、新年明ける前に今回の動画出したかったんですけども、何せですね、年末に、会社のね、ネットが繋がらないというトラブルがありまして、で、業者の方を呼びたかったんですけどもね、もう年末年始で、お休みに入ってね、全く連絡が取れず復旧できないと。なので、こちらの作業がね、すべてこう、手入力みたいなね。まあ、こう、ネットに依存しているこの時代、これがね、遮断されるとね、ほんと大変。まあ、なのでね、ちょっとね、忙しい毎日を送っておりまして、結局ね、本日に至ったわけなんですけども、今回ね、商品紹介なんですが、案件ではございません。前々から欲しかったね、プライベートビエラ。こちら、UN10L11 でございます。実は今も使っておりまして、買ったのはね、8年ぐらい前かな。2014年のモデル。JD10T3 というね、モデルなんですけども、これがね、だんだん調子が悪くなってきまして。で、どういう風に調子が悪くなってきたかというと、ここのね、充電の接触が悪くなって、なかなかこうね、うまくこう充電できないと。ちょっとアナログみたくね、こう、ちょっとずらせば充電できるんですけども、普通ではなんかこう充電しにくくなった。あとはね、電波が届きにくくなった。そのせいでね、お風呂場で見れてたものが見れなくなりまして、これがね、結構ストレス。なのでね、やっと今回ね、8年ぶりに買いました。ってことで、早速、開封します。はい、それではね、本体から開けていきたいと思います。これ充電されてんのかな。はい、中身保証書、そして1、2、1、あ、付属品ですね。これが、ああ、充電の台。で、こちらが、チューナー本体ですね。とても軽いもんです。で、こちら、電源ケーブル。あ、これも電源ケーブル。あ、なるほど。チューナー用と、充電用ですね。はい。若干違うんだ。はい。こちら、チューナーのね、裏側ですけども、まずこれ、アンテナの端子ですね。で、HDMI 端子。で、これが、録画用ハードディスクと書いてますけども、実はこれね、僕買ってからね、気づいたんですけども、今回のこの UN10L11、この機種はですね、ハードディスク内蔵タイプじゃないんですよ。なので録画するには別途ハードディスクが必要なんです。なのでね、ちょっとハードディスクも買いましたけどもね。で、これが、B キャスカードのね、挿入口。そして、アダプターですね。はい、じゃあ B キャスカード入れます。肩がね、切られてるところを手前にして入れます。あ、さっきのね、AC アダプター、差し込み口の大きさが違いますね。で、この太い方が、こちらのチューナー用ですね。こんな風になってんだ。よし、OK。そして、本体。ダーン。おー、なるほど。はい、本体、こんな感じですね。前の機種と、比べると、ベゼルの部分とかそんな変わりないですね。あ、でも、本体自体は若干小さくなった感じ。で、こっちには。あ、ヘッドホン端子ですね。この辺はしっかりと下げてから開ける感じです。で、電源ボタンがね、ここについてます。以上かな。電源つけてみようか。あ、つくつく。あ、つきますね。よし。じゃあちょっとチューナーの方を、セッティングしていきます。じゃあ、先にね、これ開けようか。ハードディスクですね。
パソコン録画用の外付けハードディスク、バッファローの HDAU4U34TB を買いました。ちょっとこれがね、誤算だったんですよね。よ、はい、中身また電源。電源じゃない。チューナーとつなげる、これケーブルですね。で、電源、アダプター。はい、ハードディスクですね。まあ、ハードディスク入ってるんで若干重たいです。で、後ろこういう感じ。電源 AC アダプター用の差し込み口と、これがですね、チューナーとつなげるね、差し込み口になっております。んなとっかな。よし、セッティングしていきます。はい、ソフトウェアの更新中、結構時間かかりますね。はい、更新されました。現在のバージョン 1.14 でございます。なるほど、次へ。なるほど、ここで Bluetooth とかね、画質モード、音質モード。こんなの変えれるんだ。スタンダード、ダイナミック、リビング。リビングいいね。音質、スタンダード、ミュージック、会長、お風呂。スタンダードでいいか。ちょっと音を下げて、アプリ。こんな感じ。じゃあせっかくなんで YouTube 見ます。早っ。これは早い。いや、前のね、この機種。これがもうめちゃくちゃ遅くてね。ほんとまともにね、YouTube がね、視聴できない感じだったんですけども、これは早い。はーい、来ましたね。はい、じゃあちょっと自分の動画を見てみましょうか。さっきまで30分のこれあるじゃない、いきなり12話分しかない。通信速度快適です。これはストレスないね。もうね、サクサクですよ、サクサク。あ、タッチの感じもね、とてもスムーズですね。まあ軽い機能というか、ちょっとですね、前の機種とも比べてみようかなと思うんですけども、バッテリー時間、これがね、3.5 時間の充電で3時間使用と。で、防水性能、これがね、IPX6 か7相当だということです。あとはね、こうやってね、YouTube とか TVer、こういうようなね、アプリも使えるようになりましてね。で、これ、ラジオ機能かな？はい、こんな感じでね、ラジオ機能もついております。ちゃんとね、選曲もこんな感じで、ロゴで選べますね。あとね、ちょっと前回と比べて、これ前回の機種ね。まあ、見た感じ、一緒なんですけども、実は大きく違うところは、はい、これ、わかりますかね？角度調整が可能になりました。こんな感じ。前はね、こう、閉じるか出すかだけだったんですけども、今回は角度調整が可能になったと。はい。こんな感じ。いいですね。で、あとね、地味にこれいいのがですね、これ前の時は、こう専用ケーブルで、ここで充電したんですけども、ここの接触がね、もう良くないんですよ。まあ、当時はね、大丈夫だったんですけどね、今はね、ここの接触は良くない。それと比べると、これはね、画期的というか、よくぞこれにしてくれたっていう感じですね。はい。ドック式のね、充電になりました。うん、これだとね、安心して、この接触の悪さをね、気にしなくていいかなというふうに思います。で、あと、今回からですね、こちら、どこでも D がというアプリがあるんですけども、これで設定するとちゃんとですね、こちらのプライベートビエラで録画した番組、今までは家でこのモニターでしか見られなかったものが、アプリを使って外からでも見ることができる。これはね、かなり便利です。外からもですね、こうやって番組表が見れて、はい、こんな感じ。
で、録画予約も可能になりました。いや、これはすごい進化ですよ。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、僕の感想をね、まとめますと、まずね、内蔵ハードディスクが配慮された点。これはね、ちょっと残念なんですけども、まあ、逆に考えると、自由に容量が選べると、そういうふうに考えるとね、まあいいのかな。うん。ただね、どこでも D が、これは便利。ほんとね、どこでも見れるんで、その名の通りね、どこでも見れるんで、出張の時とか、あとね、待ち時間の間、こういう時にね、見ることができるんでね、この機能はね、いいなと思いました。あとはね、この角度調整。ね。これも可能になって、そう、充電式がね、ドック式っていうのかな。これもね、良くなったポイントです。通信速度はね、まあ時代に合わせた進化という感じかな。で、価格の方なんですけども、その内蔵ハードディスクがない割には、ちょっとお高めかなというふうに思いました。ということで、新年一発目の動画はですね、お風呂でも、あとはね、出先でも、録画した番組を見たいという方におすすめ、プライベートビエラ、UN10L11 を紹介しました。ということで、今年もよろしく。